リニアオートマタバージョン 1.1 へポッドのポッドキャスト、ニアオートマタバージョン 1.1 へポッドのポッドキャスト第9回です。お相手はポッド042役の私、安本博樹です。この番組はポッドキャストだけでなく、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、アニプレックス公式 YouTube、 音声各所でお聞きいただけます。番組のハッシュタグはポッドのポッドキャストです。最初のポッドはカタカナ、次のポッドキャストは英語でございます。アニメの感想、ハッシュタグは人類に栄光あるね。放送も終わりましたし、配信も結構時が経ちますが、何回も見て何回も違う感想が生まれてきた場合は何回でもつぶやいてください。X の方でよろしくお願いします。ハッシュタグは人類に栄光あれ。アニメとラジオともにお楽しみください。エキストラが6回あったので、今回は通算的には15回ということでございますが、通常回としては2ヶ月ぶりですか。いろいろあって紆余曲折あってね、なかなかここまでたどり着くのも大変だったんですが、なんとかたどり着くことができましたので。さあ、公式でお知らせも出していましたが、本日はこちらの方にゲストに来ていただいております。はい、皆さんどうもこんにちはかこんばんはかわからないんですけども、はい、ポッドのポッドキャストをお聞きの皆様、はじめまして、ニーアオートマタバージョン 1.1 へ監督の増山亮司です。なんとかたどり着きましたよろしくお願いいたします。まあ松山さんが悪いってわけでもなくて、もう純粋にこのね、世の中に蔓延する病気というもので、いろんなところがストップしちゃったりとかで、なんでしょうね、前段食らった感じですね。そうですね全身穴だらけみたいな感じですなんかそれでもなんとかたどり着けただけ良かったなと思いますし、クオリティを落とさずにやれて、はい、僕自身は見てて、あ、ずっと綺麗だったから良かったなと思いました。これ大変したか、やっぱ長い戦いでしたでももうなんかもうもはやこう終わってしまうと、アニメはなんかすごい昔のように感じてしまうんですよね。作業自体は随分前から動いてましたものね、はい、でもこの本当にこの最後の4話まとめてドーンのやつは本当にギリギリまで作業しましたもんねはいさあ、こちらの番組でも何回もね、監督呼びたいって話してたんですよ。いろんなネタバレも懇意になってしまうから、やっぱり最後がいいんじゃないということで、今回は9話10話、全体についてもちろんお話ししていきますんで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけで、まずは一挙放送を終えて、そうですね、落ち着いたといえば落ち着いた。でもドイツ行ったりしましたよね。はい、ドイツにちょっとお呼ばれいたしまして、はい、人生で2回目の海外旅行、はいはい、旅行旅行半分旅行みたいな感じですけどね何やったんですか、ドイツ。アニメのスタッフのパネルっていうイベントがあって、はい、それとは別に横尾さんが別くじで、ドイツでアニメではなくて、その原作のニーヤの小説がドイツ語で発売されるということで、そのお呼ばれで横尾さんは単体でそちらの方で呼ばれていて、合流してパネルイベントなどしておりました。いいですよね。これ海外のアニメのイベントそこまで出たことないんですけども、海外のイベントってそのクリエイターさんの方に結構焦点が当たったりしてて、サイン会とかでも大行列できたりするのを見てて、なんかとことんまで楽しんでくれてるなって感じが、別に日本の楽しみ方間違えてるってわけじゃねえんだけど、なんかそういうのが伝わって、ちょっとしかも日本人の監督が行って盛り上がったりするじゃないですか。そうですね、横尾さんみたいな作家が行ったりとか、なんだったら原画の方が行ったりとか、それが全部盛り上がる様を見て、本当にアニメ愛してくれてるんだなって、なんか結構嬉しくなるんですよね。僕その映像しか見たことないですけど、実際問題ヨーロッパとか行ったことないから。どうでしたか、肌で感じてみて。ツイッター、X の方で少し、はい、自分の方でも流させていただいたんですけど、はいはいはい、ここ入場の時とかのその盛り上がりとかがすごくて、現地のコーディネーターさんが、いやすごいですよこれはみたいなことを後でおっしゃって、確かにすごかったんですけど、なんかすごいこうドイツのアニメファンは結構シャイな方が多いみたいなことを言われてて、そのなんかシャイなファンがここまで盛り上がって、かつその会場の横里の合同パネルの時の盛り上がり方は、正直そのドイツのサッカーチームが優勝したんじゃないかぐらいの盛り上がり方で、すごいこうびっくりされてました。あ、すごい、そうなんですね。ゲームは出てだいぶ経ちますし、出てる本数とかも、かなりの数字ですけど、アニメっていうのがどう受け止められてるか分かんない状態で行ったわけじゃないですか、はい、結構そこは怖かったりしました。でもやっぱそのニーヤのそもそものなんかこうファン基盤みたいなのは、日本ももちろんなんですけど、海外もやっぱ強いっていうところなので、それはなんかこうある程度こう感想みたいなのもやっぱ流れてきたりとかで知ったので、ただドイツはどうかっていうのは全く分からなかったので、はい、そこはなんかちょっと一抹の不安があったんですけど、そんなことは全くこうなく、すごい盛り上がって、こちらもなんかすごい楽しめたイベントでした、ね、ドイツとかでもその残りの4話も配信済みだったんです、ね、そうですね。なるほど。じゃあそちらのお話もね、今日そろそろしていかないと、メールとかもいっぱい来ておりますんで、早速ちょっと9話の方、はい、ニーアオートマタバージョン 1.1 へ第9話の方、チャプター9の方に行きましょう。今、コンテといいますか、議事録みたいなやつを見ながらお話します。はい、
で8話でいろいろありまして、あれ誰なの誰なのと思わせぶりだったあいつですね。あのチラリチラリチラリ見えてたロン毛A2 なのかないや違うでしょうあっちでしょうと思ったらやっぱりあっちアダムだったというところから始まりまして、まあ、アダムがいろんなお話をここで展開していくんですけども、ここら辺ってなんか狙って書いたりしたんですか？ちょっと膨らましてるところもあるじゃないですか。ああ、でもこうやっぱ原作はその文字ベースだったっていうところではあるんですけど、はいはいはい、そこのなんかこう会話劇ベースではあったんですけど、うんうん、やっぱ会話の内容がすごく面白かったので、かつその 9S のその電脳空間っていうところ、自由度がこう映像作りとしては少し上がっているっていうところで、その辺はなんかこう会話劇だけどこう退屈させないようなこう画面作りを意識したというか、見てる側がなんか引っかかりが多いようにイメージして作ってましたね、うんうんうん、ここはあのまあまああの一部の人間にものすごい有名なというか、みんな一部の人間が大好きなベアーがあるんですけどこれベアーはやっぱ大事にしてくださったんですか？それはもちろんあでもベアーがあの割と僕らにとってとグッとくるところなんですけど、はい、結構音がまあまあちゃんとベアーだったからあれはやっぱディレクションなさったんですか？いやもうそこはもうあの皆さん自然にこうスッとこう何かさんも覚えてらっしゃった、はいあそこは結構強烈だったからな、ゾウだって言葉とベアーはやっぱ大事なんですよね。 9S が結構こう9話は悲鳴を上げることがまあそうですね、多いんですけど、特にこのゲームの中でもかなり悲鳴が多いシーンだったから、そこをアニメでどうするのかと思ったらちゃんとそこの絶叫ポイントはありましたね。でもなんかこうとあるあのアニメの関係者がこう 9S の悲鳴を聞いて、悲鳴でしか得られない成分がありますって言ってて、なるほどって僕には分からないが、そういうのもあるのか。その文法とても危険なんですよあのオタク僕もそうなんですけど、何でもその文法に当てはめて栄養を得ようとするんですよ9S の膝裏からしか得られない栄養があるっていう人もいるわけですよなるほど、トゥービーちゃんのお尻のラインからしか得られない栄養があるっていう俺たちみたいなやつもいるんですよその構文にあの逃げ込んでますから我々は気をつけてください、騙されないでください、逃げ込んでるんです、はい、僕たちは危ない、引っかかるとかそしていろんなところで、まあ、お話としては9S の足取りをトゥービーちゃんにお話し行ったりとか、ジャッカスがまた水着ではしゃいでくれたりとか、いろいろあるところで、途中で絵画が置かれた部屋に入るトゥービー、ここでロストしたことを伝えるポッド1号さん、謎の数列のメモを発見、廃墟都市エリアの地下区画の座標であることが判明。これはここちょっと小ネタ入ってるんですね。速攻バレたのはすごいなと思いました。バレたんですかやっぱバレてましたね、すごいなえこんなすぐ分かるんだって思っちゃいましたもう特定班がずっと何か狙ってるんですよね。まあこっちも特定班がいることを踏まえてあのネタは振ってるはいるんですけど、今回出てきたのはゲームとは違う座標ですね。ゲーム本編ではないこの座標出てないんですけども、スクエニ本社の座標が出ると、はいあのアニメにおいて別にああいうそのなんていうんですかね、メモみたいなものは、はいはい、なんか別に言葉でそのまま済ますことも可能なんですけど、ニーヤにおいてはここは何か仕込まんといかんなみたいなのがあって、さてどこを仕込もうかみたいな、まあ、いろんなことをこう加味した結果、うん、本社だなっていうふうにして本社を置いたところ速攻でバレましたねいやここら辺はね、この小ネタがあって薬というところが本当は薬なのに薬とさせる間もないぐらいにねじ込まれてるから一見分かんなくて何回も見ないと気づかないですよね。しかもその解読していかないとこういういたずらは僕でも嫌いじゃないですね。でまあトゥービーちゃんに援軍は派遣できないよと司令官さんが言った後に、まあ、座標の位置にトゥービーちゃんが行って、ここであのホログラムが解けてエレベーターが出るときに一瞬アダムが映ると、はい、これはもう狙いですか？あ、それは狙いです、うんうん、はい、これどういう狙いで？アダムが結構ずっと誘ってるんですよね、はいはい、そのいわゆる 9S がいろいろ誘い込まれたりとかしてる、うんうん、その夜絵画の部屋とかも含めて、アダムのあれ趣味がそこに出ているって、ね、うんうん、アダムどちらかというとその芸術系にこう振ってるようなタイプで、自分の中のこう決め事があって、でなんかそういう、 こう絵画的なものをしたりとか、そのこの後ちょっと複製都市の方に行くと、その教会の中に彫刻みたいなのが並んでる、あれも全部そのアダムが昔の記録からこういろいろ自分で掘り出したみたいなっていう設定の中を自分の中で決めながらこう作ってるみたいな
感じがあると同時に、そして会が協力していただいた皆様ありがとうございました。安本さん、ありがとうございました。我々演者が書いてこれ結構ちょっと、まあ、どっかで話したかも、あの徳ちゃんの話したか前していただきました。徳ちゃんが私絵を描いたんですけど出番がないんですって大変申し訳ないです。ちょうど止まったタイミングだったんですよ。そのね、流れてればすぐにこう分かったんですけど、そうそう、だからなんであいつ絵だけ描いてるんだってすげえ言われたっつって申し訳ない。いやでもね、まあね、最後まで見てくれたら出るよと言ったのが皆さんには伝わったと思いますけども、まあ、この絵っていうのはまあ面白いなとも思ったし、当然上手い下手っていうのがあっていい、だからまあみんなのバラバラの絵で面白がって見れるけども、まあそこにもストーリーみたいなのを実は合わせてあって、あのアダムが学んでいってどんどん絵が上手くなっていくっていうこととかも一応描写として入れてあるっていうことですけど、はい、そこはいいんですよ、はい、我々が描いて。次です、あの人類の石像、これは完全にあの僕たちの知ってる人が混ざってる気がしたんですよ。さすが。いやどう見てもです。これもうすぐになんか親見たことある人たちがっていう、さすが皆さんすぐ気づくみたいな。これは気づくでしょ、さすがに。一般的な像なのかなと思いきや、眼鏡かけたおじさんとか、なんかもうがっつりでかい人とか、ちょっとしたイケメンっていうので、あの斉藤田浦岡部が僕の中ですぐ浮かんだんです。あ、さすがです。これ斉藤田浦岡部ですよね。はい、もちろん。あの田浦さんがなかなか脱いでくれないんで、アニメの方で脱がしちゃったみたいな、そういう感じですね。あと斉藤陽介さんがちょっといい体になったみたいな。あ、そうですね。僕の中ではまあちょっとイメージでそういう感じかなっていう。サービスしてあげたんですね。これはでもこれは俺も初めて見た時に気づいちゃって、ここは俺笑っちゃったから、これはやりすぎかもしれないです、もしかしたら。あ、じゃあ眼鏡がやっぱ目立つんですよ。そうだ、これ俺すぐ気づいて、もうしかもあの時みんなで見てたじゃないですか、はい、見てましたね、すぐそばにいるんですよこの人たちが。だからもうここは俺その場で笑っちゃいましたね。あれこれはダメだろうっつって。でもまあそういうこれもまあアダムとイブの中の記憶の中から生み出されたものたちとか、はい、いろんなものですかね。他にもニーヤだったりとか、ヨナ、デボル、ポポルの石像もあるよというところがあって、まあ、キューブが集まってアダムが出てきて、トゥービーちゃんとアダムのいろいろ頂上発信のやり取りが始まると。で最終的にはエイリアンの姿を見せちゃうと。そうですね。うん、このエイリアンっていうあり方がこれなんだっけな、よくよく考えるとニーア・オートマタの元々ってニーア・レプリカントのギャグ CD ドラマみたいなやつだったんですよね。最初スタートがあの宇宙人が来るってやつ確かで、それで分裂してエミールが戦っていくっていうのがちょっとギャグシナリオっぽいのがあったじゃないですか、 CD ドラマかなんかで。それがまさかこんなシリアス展開になってくっていうので、あのエイリアンがこれかいっていうので、エコーさんはあのエイリアンをそのアニメに出すっていう時に、はいはい、まあ、エイリアンの形状大丈夫ですか大丈夫ですかってすごいこうあの気にされてました。はいはいはい、それはもうそういう風に書いちゃってるんだからしょうがないですね。あとちょっとギリギリあの寄ったり寄りとかうまく使ってそんなことは誰も思ってないですよ。なんてこと言うんですか。誰もそんな風に思ってません、ね、聞いたことないですよ。まあ、それでドラマから派生した物語がまさかこんなシリアスな展開になり、その元々の創造主であったはずのエイリアンももう滅んでいると。つまり人類はどうなのかもやもやってしているところであり、さらにエイリアン敵であろうと思われていたエイリアンも特に滅んでいたと。一体その機械生命体アンドロイドってのは何を見ていくんだみたいな話の雰囲気を漂わせてアイキャッチが入ると。でアイキャッチのところはまたいろいろな文字が出るわけですよ。この文字に関しては横尾さんが全て、はい、お任せしていただいてます。さすがにこれは僕が考えることとしてちょっと及ばないというか、まあ、なので完全に横尾さんに全振りしているので、逆に言うとそのここに何が入ってくるかっていう情報ももともとその僕が指定してるわけではなくて、なるほどなるほど、完全にお任せ状態で横尾さんがなるほどじゃあこれかなっていうのでこう作っていただいてるっていう形ですね。これの B パート始まる前のこの分岐の遠因となる要素については現在12週目に調査依頼済みって、これ12週目っていう言葉なんですよね、はい、この繰り返すっていうのが意外にまあネタバレっちゃネタバレなんだけど、ゲームやってる方は分かると思うんですが、何度も何度もこの因果律を繰り返しているといううちの12週ってことなんですよね。これはなんかいろいろそこに対してやっぱこういろんなこう考察がされてる方がいて、はいはい、なんか自分もなんか逆にこう横尾さんから上がってきたものを見て、うん、ふーんみたいな、こうなるほどそうなのだから、具体的に何かっていうふうな言葉ではなかったけど、この文言が送られてきて、そうですね、なるほど、ここがねいろいろ思うところでもあるし、まあ
これ話すと長くなるから難しいんだけど、アコールという存在がいるじゃないですか、はい、そこら辺の話なのかなとも僕は思ったりもするんですけど、もうそれはもうアコールでいいんじゃないのかなと僕は思ってます、うん、そのもともとこのいわゆる CM にその暗号を入れようみたいなのは一応自分の方からアイデアを出させていただいて、まあこれも含めてやっぱこういうことを入れる方がニアっぽいだろうというふうに思っていて、まあこれもすぐに見つけられちゃったんですけど、で何をじゃあこの文言をどうしようかみたいなことをこう悩んでる時に、その相談した2話の演出とかその5話のコンテンツされてる演出の高橋さんっていう人が2話に精通してる方で、アコールでいいんじゃないですか、それだってなって、なるほどなるほど、で横尾さんにちょっとアコールのそのなんか目線的な感じで何かお願いできませんかみたいなことをで、こういう流れになった感じですね。アコールというものの説明は非常に難しいんですが、ニーヤシリーズがこれドラッグオンドラグーンにもなってしまうんですよね。申し訳ない、皆さんおのおので調べていただけるとこいつを話し始めると5時間ぐらいかかる可能性があるんで、なんでしょうね、分岐していろいろ見ていく人みたいな感じです、ざっくり言うと。そうですね、その観測してる人みたいな、そういう人なんで、男でも女でも何でもなるみたいな感じの人ですね。まあ、ニーヤのオートマタのゲームの中でも武器屋かなんかのコメントの中で出てくるんですけど、まあ、ずっと存在する何かを見てる人です。人わかんない、何かですというのが言いましたと、まあ、それの観点からのがこの A パート B パートの間に入ってんじゃないかなと思いますが、まあ、B パートに入りまして、いろいろお話をしていくところで、まあ、先ほど言ったところ の, このブレですね、あの心のブレみたいなのをこういじり散らした結果 2B ちゃんが激高すると、そこであの私の大好きなセリフバーが出るわけですねで、その感じをゾーだって僕の一番好きなっていうか、アダムの一番好きなセリフですそうだったんですね、はい、ここで、まあ、激しく戦うわけですけど、このバトルの絵もすごかったっすね。ありがとうございます。ここはすごかったっすね。このでアダムというものが一応人間というものに興味があって、ずっと人間というものに途中からそれがもう執着になり始めているところもあると思ったんですけど、で人間の本質は闘争、戦い、奪い合い、殺し合う、それが人間だと、それに対してトゥービーちゃんがその口で人類を語るなと、これもなかなか素敵なところですよね。でもここのなんか流れでこう浪川さんからそのあのゲームとだいぶ感情が違うんですけど、うん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 、いいんですかみたいな質問をいただいて、うんうんうん、あそれは大丈夫ですと、うんうんうん、むしろそのゲームよりよりちょっと感情取得してる感じでより膨らましたあのニュアンスでいただいて全然問題ありませんみたいなやり取りした記憶があります、うんうんうん、そうね、ここら辺はゲームでも追体験にもなるんだけれども、なんか生々しさが増した気がしましたね。テンポっていうのももちろんあると思うし、その 2B やってる石川、そして浪川さん、アダムの浪川さんの気の乗り方っていうのもあったと思うんですけど、ここら辺はね見たらいろいろ見えていると思うんですよね。ここでアダムちゃんのとんでもない言葉ですね、君も気づいているんだろう、すでに人類は絶滅しているということを、と大事なセリフですね。 2B ちゃんとしてもそういうことじゃないんだよなんですけどね。アダムは要はもう自分たちの創造主であるエイリアン、宇宙人はもう絶滅しているのを知っていて、なおかつその機械生命体としてどん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 進化というのに近い感覚を持ってるわけじゃないですか、はい、でそれで目的意識じゃないけれども人類というものに憧れを持ち、それに近づこうとするという目標があるけれども、 2B は人類を守っているはずの戦いをしてたはずが、それがもうじゃあお前のところのゴールもないんじゃねと突きつけられてしまうと、いろいろなことがあった中で頑張って最後はポッドちゃんが頑張ると、簡単に言うともう倒します。すごいあのコピー 9S に対してやっぱりこう反応があったの嬉しかったですね。ああ、まあ攻撃に躊躇するっていうを見せるためにも大事なシーンでしたよね。個人的にあの香りを嗅ぐあの変態性の高いアダムを、あそこ僕ちょっと気に入ってたりしますね。そうか、でもこの匂いに対する感覚っていうのも本来ないものだけど、それを嗅ぐっていうところがより人間感というか、人間ってこういうことする変なやついるんでしょ、知ってるようなのかもしれないですね。絵コンテのトガキの方に香りまで再現したんだよ、みたいな行動を書いてます。ああ、そうなんだ。でも横尾さんから聞いた時のアンドロイドってどんな匂いがするんですかっていう、そのいわゆるアニメ化するにあたって、そのアニメ的な記号的な表現を、そのアンドロイドはどこまでこうはめ込めることができるのか、例えば汗をかくのか唾を吐くのかとかっていう、そのゲームでは書かれていない部分をちょっといくつか質問したことがあって、その中でじゃあ匂いはどうなんですかって言ったら、匂いはホコリっぽいんじゃないですかねみたいなことを言われてたんで、生物的な匂いではないだろうっていう。して、まあ、戦った挙句アダムは私の鹿と言っていたんですが、実はそこで身代わりになっていたのはイーブちゃんだったと。ここがあのゲームとのだいぶ違うところですね。そうですね。
ゲームだと先にアダムが倒れ、それによってイブがトリガーを引かれ、イブがもう化け物みたいになっていくっていうところがあるんですが、ここだとイブが身代わりになり、残されたアダムがいろんなことを感じると。で、切ない言葉ですね。帰ったらまた一緒に遊ぼうと。この時にアダムさんも感情ですよね、この慟哭っていうのは。完全にここではなんかその個人的にはそのアダムが喪失したことでなんかいなくなっちゃったよみたいな感情をまだ取得するちょっと前みたいな感じで、なんかこれは何だ、この湧き上がる感情は何だ、うおーみたいな感じですね。まだその感情というものに対しての知識はないってことですかね。音楽に入り C パートがやります。もういろいろ喋りたいけども10話に行かないと時間がない。で10話に行きましょう。ここは一回そうか、距離を取った状態でバンカーでまあ直しましょうかというところか。そうですよね。で 9S のオーバーホール終わるまでポッド1号さんがトゥービーちゃんについてくると、そういうところでしたね。でネットワークがまた構築されて、その中心にアダムがいるっぽいから、ちょっと倒してきなさいというふうにトゥービーちゃんが指示を受けたところですね。はい。でここから結構怒涛の展開だったんだよな。ここであの神になるが、まあ、ぶち込まれてくるわけですもんね。そうですね。その入れ替わったことでちょっとここの流れも変えさせていただきました。この神になる神になるっていうのは、まあ、ゲームでもなかなかあの強烈なシーンといいますか。まあ、宗教って言っていいのかどうかわからないけど、何ですかね、共同で一つの価値観を共有、なんで一つの価値観を共有するってことなんですかね。なんて説明すればいいんでしょうかね。あれ、まあ、一応教祖様っていうのがねいますからね、まあ、教祖様の頭をまあアダムが蹴り飛ばしたりとかいろいろするんですけれども、で神というのと、神という知識、そして教祖様という知識はこの機械生命体たちは持っていたと。で、まあ、和平を結びましょうって言ってるけども、そういうわけじゃないよと。まあここは割とゲームのあそこのシーンに近しいですよね、割と。そうですね、うん、まあ、もちろん順番っていうのは結構違うから、はい、皆さん混乱するところもあるかもしれませんが、ゲームなさった方だったら あそこかなとなんとなく分かると思うんですけど、割とあそこに近くて、俺結構なタイミングでこれ入ったからびっくりしたんですよね、入れるところとしては。あとはその後に、ね、こう 2B があの機械生命体の槍を奪って槍アクションしたりするんですけど、うんうん、あそこはもともとそのシナリオだと剣撃アクションになってて、でいわゆるその剣撃アクションってそのアニメ の, そのアクションシーンっていうのは、いわゆる見せ方が結構その限られてくるのが 2D でいうと、で結局そのまた同じことしてるじゃんみたいなことになりがちなんですけど、その武器チェンジみたいなものをこうシナリオ段階でまだそのなんかこううまく発見できてなくて、で根底をその精査してる段階で、いやここで武器チェンジしたらかっこいいんじゃねみたいな感じで、あそこ槍にしてみたっていうの、それはなんか結構ハマって個人的には気に入ってます。そうですね、まあ、シロの契約か、はい、とかが主に出てるところで、はい、心の中で槍と、あと拳も出たか。あ、そうですね、それは最終回の方、うん、そうか、この4話で結構いろんな並走が、ね、出てきましたけれどもね、そういうのも、でも見れて嬉しかったですけどね。で神になる神になる、みんな死んで神になるっていう強烈なやつを聞いて CM に行くと。でこの時に、まあ、目が赤くなってるから、目が赤いっていうのはまあ皆さんそろそろ分かってると思いますけど、もうやべえサインです。で CM に行った広告のところは、今回は人類は常に外部に問題の原因を求めていたことが分かってる。これもなかなか深い言葉ですね。自分たちではなく違うところに問題があると思いたいってことですもんね。これを横さんが書いてくださってたと、はい、で CM 明けは、機械生命体群体内に宗教に似た現象が発生したのは、そうした人類記録の模倣だろうと。原因と、そして救いを求めたのは、自分たちの中ではないものってことなんですかね、これは。いろんな解釈ができますが、そして神になる軍団は今度はイブになる軍団になりますと。イブになる軍団でもう大立ち回りをすると。で機械生命体の槍、これもちゃんと、ね、ゲームの中で実装されてる武器ですからね、はい、これを使ってトゥービーちゃんが戦うと。で戦ってエレベーターに乗ったり、うんぬんかんぬんをして、途中からあれあれ、なんか変な機械生命体いるぞって言ったら、これがハッキングした 9S 君と。ここら辺もゲームにもちょっと表現としてありましたからね。そうですね。でもそのなんか、うん、バンカーからどういう風にハッキングしてるかっていうと、なんか割とバンカー そのハッキングの表現あっさりしてるんですけど、やっぱアニメでちょっと見せが必要だなっていうので、うんうんうん、そのナイスがこう VR ゴーグルみたいなのをしてるのをこうアニメで足したりとか、うんうんうん、ああなるほど、そっかそっか、
なんかちょっとそういうガジェットもなんかあるとよりこう膨らましがこうイメージが強くなるかなと思って、あとはなんかそのナイスが憑依してることによってなんか動きのひょうきんさとかそういうのもなんか出せてよかったなと思いますね。そこら辺はよいアニメだから新たな表現を足せたってところですね、はい、それを見てください皆さん。そしてでけえ敵が出てきますと、多脚型機械生命体装置、まあ、講師とか装置とか猛士とかそんなのいっぱいいるんですけど ね、まあ、同じような形なんですけど、それの装置さんが来たと。これは最初にこれを2人で戦った時は、まあ、ここのアクションもものすごく見せてくれて嬉しかったですね。かっこよかったですね。これもゲームと同じようにもう協力プレイをして、いろいろハッキングだったりとかポッドも大活躍して、なんとかこの強敵を倒すと。でここのなんかアクションでポッドを踏むアクションができたのは個人的に良かったなと思います、うんうんうん、ああなるほど。あまりそのゲームだと そこまでやっぱりこうなかなか難しいと思うんで、あこいつら足場にできるんだみたいなっていう、そういう表現も足されつつ、まあ、バンカーの方に行って 2B 大ピンチですよつってもまた、まあ、救援体制うんぬんってのに対する言及はなく、救援に対する言及はなく、その間に機械生命体がめっちゃ動いてますせと、それで電波妨害が出ましたよと、ナイエス君も通信ができなくなると。でポッド君はもうしょうがないからもう仕方ねえなということでリミッターを解除という、もう中二が憧れるやつですねみんなリミッター解除したいですからね人生で。そうですねリミッター解除は何か出ると思ってますからねまあこれもなんかそのポッドの武器をもうちょっと拡張した感じを出したいなっていうので、やっぱゲームにはない表現、ボルトみたいなその攻撃方法あるとは思うんですけど、うんうんうん、あれをなんかちょっと拡張したイメージになってます、うんうんうん、でもここはなんかかっこよかったですね。そしてその後ろでいろいろみんなが一つになってぐっちゃぐちゃになって、死んでイブになるのだ、みんなでイブになろう、さよならさよならバイ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 とで一個になっていくと。でブラウン管の文字に、我々は苦しみから解き放たれるのだと。でまあ屋上にたどり着いたのがアダムさん でレジスタンスキャンプがいろいろしっちゃかめっちゃかになって機械生命体増えてますってのをジャッカスさんが報告したりとかいろいろするところで、まあ、ヨルハ部隊緊急戦闘配備というのを司令官さんがやっと言ってくれると。でレジスタンスキャンプにから煙が出ていくからやべえなっつって行くところでこの10話が終わるということですけど、一気に駆け足で説明したから分かんねえと思うけど、皆さんちょっと見てくださいもう一回監督的に9話10話もう一回振り返ってみて、ここはどうしてももう一回みんなに見つけてほしいな、見てほしいなっていうポイントあったりしますか？なんかその自分的にその4話一挙放送がすごく面白かったなと思っていて、うんうん、そうですね、あれなんか見応えあったし、はい、ちょうど気持ちがいいつながりだから間が開かない方が良かったかもしれないですね。そうですね、それはなんかすごく、まあ、言っちゃ悪いけどなんかこう逆に良かったなぐらいな感じの印象値だったら、なんかぜひ続けて見ていただけるとといった感じがありますね。これどっかで夜中とか一挙放送したらいいんじゃないですか、なんか映画館とかで単館でいいから単館ガラスの向こうちらっていう1話1話噛み締めて見るのも僕はすごくいいと思ったけど、1話1話噛み締めるとあれって何だったんだろう、あれって何だったんだろうが感情を結構支配してしまうところがあって、そういう考える間もなく一気に見たらまた違う感覚になるのかなっていう気もするから、またそういう場もあればいいなと思います。でちょっとメールも行きましょうかね。皆さんからのメール、朝ドレミッドナイトさん、9話から12話驚きや新発見が多すぎて濃密な時間でした。中でも一番気になったのが9話で 2B とアダムが対面した場所についてです。増山監督にお聞きしたいんですが、 2B が扉を開けて入った空間は以前話題になった隠された教会をオマージュしたものなのでしょうか。原作のサブクエストだけでなくレプリカントや音楽劇朗読劇などさまざまなネタを拾いつつ一つの物語として作り上げてくださり本当に本当にありがとうございました。第2クルも楽しみにしています。そうですね、教会は本当はねえんですわそうですね、ねえんですけど、あるみたいな、何ですかね、昔のファミコンマガジンの嘘テクみたいなやつがちょっとネットで出回ったことがありまして、まあ、斉藤さんとか横尾さんもそれに対して反応していたんですけど、まあまあ夢のないこと言うとねえんですわ、ねえんですけど、その面白さはもしかしたら今回アニメにもしかしてフィードバックされたっていうのはあったりしますか？これはですね、なんかすごい突っ込まれるだろうなとは思ってたんです、うんうん、でいわゆるその話題になった時に見た時に、はい、えっと、その絵はここに
自分はもう入れることを確定していた状態で、はあはあ、なるほど、もうこの9話のもうコンテができた状態でそれを見たみたいなことなんですか。コンテでシナリオ段階ですね、うん、で見たら、あ、え、本当にこんなのあるのみたいに自分もこう思ってしまって、知らんかったと、知らんかった、え、じゃあなんか生かさなきゃいけないのかなって一瞬こうちょっと思っちゃったりしたっていう感じがありました。もともとじゃああったことが、はい、ありました。想定としては、でもまあこうあれは言われまさな、はい、僕もあれって思いましたから、まあ、どんないたずらを、ね、仕掛けてきてもおかしくはない作品ですから、そういうのもあるかもしれませんが、じゃあそれは別にたまたまであって、もともとちょっと教会の、これはイメージ的に教会入れたかったってことなんですかね。イメージ的にそのステージを1個またずらしたかったっていうのと、さっきその要は石像が並んでるところだったりとか、はいはい、図書館をその配置する、じゃあそれは中に入らなきゃいけないっていうところで、うんうん、じゃああの空間の中でどこにしよう、じゃあ一番目立っているあの教会みたいな、あるあの一番塔みたいなあるあの建物がいいなっていうふうに思っていて、っていう流れであそこに自然と決まってたんですけど、うんうんうん、なるほど、そういうこともあるんですね。じゃあもう一個聞きましょうか。9話、ケイソと炭素さん、熱が冷めて何度もアニメを見返しています。9話、原作ファンとしては胸熱な展開でした。イブがアダムを助けたことにアダムは死を知りますが、同時にイブへの愛も知ることになります。すごい断言してます彼はアニメ版でちゃんとイブのことを愛していたように思います。この改編についてぜひお聞かせください。まあ、アダムは死をすると知るというか、死を身近に感じるですね。これは目の前でイブが生きたいという様を見てるわけですから、そしてイブへの愛も知る、これはそれはこれはで合ってますか。ここはもうお任せいたします。なるほど、そこはご想像がいいと思いますね。ああ、もうがっちりこうだとは言わない、言わないということですね。皆さんの思いの中でいいと。ただこの改編に関してなんですけども、うん、これ結構実は序盤から言ってましたよね。そうなんです、これは実はそのこのお仕事を引き受けて、じゃあこれはどういう物語にしようみたいな、うんうんうん、そのなんか横尾さんとそのお話しする以前の段階で、うんうんうん、やっぱそれある程度やっぱそのゲームを接収し、まあ、その一番第一回というか、そのなんか発表した時に横尾さんぶっ壊したいみたいな、ただこちらとしてはある程度ゲーム準拠がいいのではなかろうかみたいなところだったんですけど、ただその中でもそのアダムとイブはひっくり返した方が別のルートとしてアニメが見れるみたいな、今ゲームだとその2ルート選べるパターンもあったりするじゃないですか、はいはい、単にそれのもう一個のルートだよみたいな形でできるとアニメ面白いんじゃなかろうかっていうので、そこの提案はもうスタートの段階から、うんうんうん、初期の段階でさせていただいてたって感じですね。そうですよね、ルートっていう言葉で片付けるのも、うん、すごい難しいんですけど、このゲームの中で結構そのアイコニックなシーンが割とあるじゃないですか、そのさっき言った神になるの、はい、機械性みたいなの対宗教っぽいところとか、それとかはやっぱり落とし込みてえけど、もうフルにアニメ化するわけにもいかないから、どこかで取捨選択はしなきゃいけなくて、その順番変えたりとかっていうのは、もう実はもう最終的にアダムとイブがひっくり返ってるっていうので違うルートだったんだよと思えば、俺は割と納得できるんですよねそういう狙いもあったりするんですか。そうです、うんうん、面白いですね。じゃあもう一個いきましょう。4話一挙放送ありがとうございました。あ、抹茶割れさん、1週間でも間を空けたくない展開なのでとても嬉しかった。そうですね、9話のアダムとのバトル、ゲームでもボーヴォワール戦に次ぐバトルシーンでかっこよかったです。そして話題となった教会まで登場、みんな気になってんな、ね、やっぱ中で戦うなんて、これも違うんですけどね、感動もつかの間、教会の中の人型の石板の中に斉藤ディレクターっぽい眼鏡の方の像がいてすごく気になりました。もうこれはもう斉藤さんです、アダムはゲームではイブのことをあまり考えていない感じなので、イブが先に死んでしまうルートはゲームより自然に感じました。なるほど、どちらのルートも残された方が辛いのですが、アニメのアダムの悲しみ方がもう機械とは思えなくてグッときました。10話の総主と 2B の戦いもすごい迫力でかっこよかったです。もう一回プレイしたくなったゲームで再戦してしまいました。ああいいですね、ありがとうございます。やっぱでも斉藤さんはすぐ気づかれてますねまあメガネがでバトル、まあ、バトルはもう当然ねアクションゲームだからゲームとしても大変なところなんですが、9話10話のバトル、まあ、アダムとのバトルシーン、そして総主とのバトルシーン、これのこだわりってのは結構激しめにあったんですか。やっぱり違うものを見せなきゃいけないなっていうね、やっぱ気持ちがあって、ゲームとはその、うん、また違う戦い方の方が面白いと思って、そのより複製された街だったら刀を複製してもいいんじゃないかみたいな、はあ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 、っていうのでそのアダムが 2B の刀を真似して出したりとか、その何エースを複製できるんだ、刀も全然複製できるでしょうみたいなっていう形で、なんかそのゲームにはない剣劇を2人で繰り広げるみたいな、なんだかそこはアクションなんだけども、なんか違う楽しみ方ができるのかなっていう見せ方でやったりとか、
あとはその10話とかのアクションとかもあのいわゆるそのさっき言ったポットを踏んだりとかっていうので、はい、そのゲームとは違うアクションの見せ方で面白く感じていただければいいなと思って作ってたりします。うん、アクションはこのアニメにとっても大事だけど、あの対機械生命体っていうのが基本的にはベースにあるんですけど、アダムっていうのは今までの機械生命体と形が違うじゃないですか、はい、もう人型と言っていいのかな、はい、もうだからそれでまた今まで見せられなかったもので見せられるようになったものも当然あると思うし、 そこら辺とかも変化を皆さん楽しんでいただければなと思う次第でございます。さあ他にもねめっちゃメール来てるんですけど、あのね、うん、時間が無限じゃねえんだごめんというわけでございまして、チャプター9、10の感想メールは以上で終わりです。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ね、話したらんことが多々あると思うんですけども、どこかでねもうなんか監督がとことん喋れる機会とかがあればいいなと思うんですが、なんかそういうのがあったらいいよ、そういう場があったら駆けつけるよ、チケット代払ってだって行くよって人がいたらですね、メールいっぱい送ってください。そしたらあの偉い人が動くかもしれません。さあアニプレックスよりアニメ人形とまたバージョン 1.1 へ7分の1スケールの 2B のフィギュアが登場します。受注受付中でアニプレックスプラスにて購入のお客様には早期予約特典と購入特典が付属します。特典にはキャラクターデザイン創作画監督中井淳さんが書き下ろしたイラストを使用、ぜひお買い求めください。早期予約特典は9月3日まで、詳細はアニプレックスプラスの公式サイトをご確認ください。まあ、本日ねあのこちらの手元にもそのフィギュアというか、これはもうフィギュアと言っていいのかな、小さめのスタチューみたいな感じなんですけど、ものすごい出来ですね。めちゃめちゃ細かいです。でこの体勢で立たすって結構大変で、そのバランスとかはものすげえ頑張ったんだと思いますね。あと質感もいいですし、刀のこのギリギリの長さ、地面突っ切っちゃうんだけどそれでもこの刀の形状と長さにこだわったこの形とかですね、ぜひ皆さんにも見ていただきたいなと。さっき某プロデューサーがスカートの中をチェックしてました、ね、お尻チェックしてましたね、女性ですよあとはね後ろにポッド君もいますんで、ぜひこちらも皆さんのねあのなんか余裕がある方はお家にお迎えしてくださればいいなと思います。とても美しい 2B ちゃんです。はい、そしてバンダイスピリッツの稼働フィギュアシリーズ SH フィギュアーツから2B が登場します。ゴーグルオフの交換用表情パーツや白の契約などオプションパーツも豊富に付属、スカートには軟質パーツを使用し稼働を邪魔することなく躍動感のあるポージングが可能と、こちらもね先ほど手元にあるんですけれども、まあよく動くよ、すごい。これは自分でその何でしょうね、ジオラマ作る感覚で飾ってあげてもいいのかなと思います。こちらは 2B ちゃん、そして 9S 君、こちらが2ヶ月連続で登場予定、並べて撮影することでアニメの印象的なシーンも再現できます。オプションパーツとしてポート042が付属、専用台座を使用することで 2B と会話をしているシーンも再現可能に、詳細はバンダイスピリッツの公式サイト魂ウェブをご確認ください。最後にもう一つ、8月にドイツで開催されたイベントアニマジック、2023 に、出演した増山さんですが、ポッドのポッドキャストのリスナーのためにお土産を買ってきてくださいましたと。はい、ドイツで今回発売された書籍、小説人形とまた長い話、横尾さんのサイン付き、こちらを抽選で1名様にと。なんとこれハードカバーなんですよ。ハードカバーでかっこよ、なんかドイツ語で全く読めないんですけど、すごい本棚やったら超かっこいいと思います、うん、全く読めない知らん言葉がギュウギュウに書いてあるただね表紙とかもね黒でね四角っぽいよ、ぽい感じかっこいい、めっちゃかっこいいです。ぜひこちらを皆さんの、皆さんというかも抽選で1名様ですかね、横尾さんのサインが入っております、小説人形とまた長い話ドイツ語バージョン、こちらに横尾さんのサイン入り、こちらを抽選で1名様、そして中井さん購入のベスパのミニサイズのもちろん可愛いですね、箱の下に横尾さん、増山さん、中井さん、松本さんのサインがありますと。すいません、これなんですけど、はいはい、あの僕が旅行の時のカバンのぎゅうぎゅうに詰め込んだせいで、はい、あのちょっと箱があのスカスカ破損してます。クリアパーツ あの部分が若干破損してるんですけど、それは僕があの破損しました、ごめんなさい。うん、まあ、というくらいあのスタッフが自分で持って帰ってきたやつです、はい、ちゃんと裏にサイン書いてますからね、まあ、俺の中でベスパってあんまドイツのイメージないんですけど、いいんですねそれで、なんかベンツじゃなくていいんですね、はい大丈夫です。向こうのなんかいっぱい止まってる原付がなんかすごいベスパが多くて、
なんかそのあいっぱいベスパーある、あベスパーのおもちゃだ、これ買いましょうよみたいな感じでした。なるほど。ドイツにはベスパーが多いということを皆さんにお伝えするためにもこちらがあるということでございまして、中井さん購入のベスパーのミニサイズをおもちゃ、サインがあの横尾さん、松山さん、中井さん、松本さんのサインが入ってますよと、あとはクランチロール主催のパネルで配られたポストカード2枚セット、こちらも松山さん、中井さん、松本さんのサインがありますよと。これこちらですね。これレアなのが先ほどからその松本さんのサインって言ってるのが超レアで、うん、はい、そうですね、先ほどあのパンツの中を確認していたプロデューサーですね。なかなかそのプロデューサーがサインを配るっていうこと自体がないので、うん、多分日本国内だとないだろうと思うんですよ。確かにそうかも。超レアです。でもね、あの海外だとね P のねトークイベントとかもすげえ盛り上がりますからね。でもね、松本さんはあの僕と同じぐらいあの外役人やオタクと言ってもいいぐらいものすごい知識量を持ってらっしゃるのであの安心安全の松本さんです。そうですね、皆さんそちらのサインもゲットしていただければなと思います。そしてテレビアニメ人形オタマターの公式ツイッターをフォローして対象のツイートをリツイートしてくれた方の中から抽選で当選者を決めるということでございます。まあね、数はねちょっと結構少ないんですけど、まあ、レア度といったらなかなかのもんだと思いますので、皆さんもこちらも楽しみに当ててください。お願いいたします。そして次回のお土産もあるそうですんでね、次回も楽しみになってください。さあ、ポッドのポッドキャスト第9回もそろそろ時間でございますが、9話と10話の振り返り、ほんと駆け足で申し訳ない、もっともっと話したいこと俺もいっぱいあるんだけどめっちゃ我慢してんだけど、監督も話したいこといっぱいあったと思うんですが、ほんと申し訳ないけど今回どんな感じでしたか、やってみて。なんかこんな一瞬で終わるんだっていう感じです、ね、一瞬でもねえです、今までのこと考えて投げ方あ、本当ですか。なんかなんか全然喋ってないけど大丈夫かなみたいな感じでした。いやいやいや、もうね、いっぱいもっと話していただきたいところがあるんでね、どっか本当の意味でのね監督吊るし上げ会をねやった方がいいと思うんでね、監督を 2B ちゃんの何やつかと同じように貼り付けにする会、あーいいですね、いいですね。どこかで壁が白いところでできたらいいですね。そういうことがあればいいと思いますが、ひとまずですね11話と12話こちらの方も皆さん楽しみに待っていてください。そちらでもね松山監督とお話ししていきたいと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではポッドのポッドキャスト第9回そろそろお時間です。お相手はポッド042役の安本博樹と、ニアオートマタバージョン 1.1 監督の松山亮次でした。第10回は9月1日金曜更新予定。